カーティス・ドワイト・ウィルバーは、アメリカ合衆国の政治家、裁判官。1923年から1924年まで、第19代カリフォルニア州最高裁判所長官を、1924年から1929年まで、第43代アメリカ合衆国海軍長官を、務めた。海軍長官時代のウィルバー1867年、ウィルバーは、 アイオア州ブーンズボロで生まれた。1884年、ウィルバーはメリーランド州アナポリスの海軍兵学校に任官され、スポーツや研究活動において優れたリーダーシップを発揮した。ウィルバーは海軍兵学校を次々席の成績で卒業したが、卒業後に割り当てられる任務を自ら退き、カリフォルニア州リバーサイドに移り住んだ。そして、ウィルバーは、 その後2年間、教員として働く傍ら、夜間に法律の勉強をした。1890年、ウィルバーはカリフォルニア州で弁護士として認可を受け、ロサンゼルスで副地方検事補となった。ウィルバーは、その後1903年にカリフォルニア州高等裁判所に移り、1918年にカリフォルニア州最高裁判所に異動となった。そして、 ウィルバーは1923年に第19代カリフォルニア州最高裁判所長官に就任した。1924年3月19日、ウィルバーはカルビン・クーリッチ大統領から海軍長官として指名を受け就任した。ウィルバーはクーリッチ大統領の最初の否認名者であり、高い知性を備えた清潔で清廉な人物としてクーリッチ政権に入りした。 山本五十六とウィルバー・ウィルバーは海軍長官に就任した直後から艦船の維持管理のための資金について合衆国議会との交渉を推し進めた。ウィルバーは世界的な軍事脅威を強調し軍閣の必要性を説いた。また海軍の教育の重要性を主張し空冷エンジンの開発なども支援した。ウィルバーは空ジ政権の人気満了まで海軍長官を 務め、アメリカ海軍の艦船の拡大及び近代化と海軍航空隊の創設を実現した。近代化された艦船と海軍航空隊は後の第二次世界大戦で強力な戦力となり、特に太平洋地域における日本との戦闘で大きな成果を上げた。1929年、ハーバート・フーバーが大統領に就任すると、フーバーはウィルバーをサンフランシスコの 第9巡回高訴裁判所の判事に任命した。ウィルバーは1945年に引退するまで判事を務めた。引退後、ウィルバーは妻のオリーブ・デューリトル、そして3人の子供のエドナ、ポール、ライマンド・ワイトと共に過ごした。そして1954年、ウィルバーはカリフォルニア州ロスアルトスで死去した。ウィルバーの死後、アメリカ海軍では、 ウィルバーの功績を称えて、ミサイル駆逐艦、カーティス・ウィルバーにその名が付けられた。ありがとうございます。